ウゴツールは D ・クシマによって制作されフリーウェアとして公開された Windows 用のペイントソフト。富士テレビの番組ウゴーゴルーガに登場したような振動して見える文字や線画を作成するソフトである。ベクターにおいて2005年1月15日に公開され、最新版は2007年9月18日のバージョン1.41となっている。2005年窓の森大賞では 読者投票により247票を獲得し、銀賞を受賞している。富士テレビ系列局などで放送された、子供向けバラエティ番組、ウゴーゴルーガにおいて、コーナータイトルなどに使用された、震える文字と同じようなものを作るためのソフトウェアである。マウスで描いた線画の視点、終点、屈曲,曲点を、一定間隔で変更することにより振動を、表現している。 作成したオブジェクトは、UM のバイナリー形式で保存可能であり、アニメーション GIF として出力することで、ウェブサイトに掲示できる。窓の森の記事では、味のある GIF アニメーションを、絵やパソコンに詳しくない人でも作ることができることから、様々なブログや、電子掲示板において利用されているとしている。朝日新聞のコーナー、ソフトクにおいて、鈴木よしは、 使い方は、至って簡単で、ふにゃふにゃのアニメーションロゴを、あっという間に作れるという、素晴らしいソフトであると評している。NHK 教育テレビの番組、趣味 UU」では、2006年8月22日に放送された、中高年のためのパソコン講座において紹介され、テキストである、もっと楽しめる。パソコンライフにも記事が掲載された。 日経エクステックの記事では、動きがある目を引く素材を作成するのはもちろんだが、お絵描きツールとしてもなかなか楽しくていい感じと、評されており、動きがある、というのは、まるで自分が描いた文字や絵に生命が吹き込まれたようで、興味深いともされている。2015年に放送された、テレビアニメ、チョボラ、ウニョポみ劇場新章不思議なソメラちゃんでは、エンディングの、 ノーギャラカキき歌において、ウゴツールが使用されている。プチメタ日記、2005年1月15日6時30分、プチメタハット AB2005 年窓の森対象結果、発表窓の森ソフトク。ウゴツールふにゃふにゃ揺れるウェイバックマシン、プチメタ日記。2006年8月下旬プチメタあの、ウゴゴルーガが蘇るエア、文字の、 揺れる動きを再現日経エクステック2010年11月4日。不思議なソメラちゃんのエンディングに、うごツールが使われてます。プチメタ3.02015年10月8日。ありがとうございます。